皆さんこんにちは、すみっこチャンネルです。はい、今日はこちらです。おー、看護してる。オープン。大好きな味なのこれ。今日はカラフルわらび餅を作りたいと思います。カラフルわらび餅知ってますか？なんかテレビで見たもん。そう、見たことある。ママがすごい。そうやってみようと思って。いろんな色あるんです。そう、わらび餅にカラフルな色をつけて。いろいろな色。今日はさらにそのデコペンあるやろ、うん、そう、デコペンで可愛い顔とかパーツをつけて、できたら隅っこ暮らしを作りたいなと思ってます。やっぱりだからお家だ。そう日本で隅っこ暮らし持ってきてます。じゃあオールス、青で作らなかった。これを見ながら顔を作って可愛いわらび餅を作ってください。じゃあこのカラフルなシロップの中にわらび餅入れていってください。食べていいけど、きなこはいらん。きなこなしで食べんの？うん、まあ、いいよ食べて。ゆめ食べれんの？きなこなし。で時間が経ちました。容器から出したらこんな感じです。あ、綺麗。あ、綺麗な、うん、ちょっと10分から15分ってお伝えしたんですが、このシロップの種類によって色づきが悪いものもあるみたいで、ちょっと長めにつけました。こちらちょっとピンクがピンクっぽくないですけど、まあいいでしょう。じゃあ早速あの顔を描いていきましょう。はい、デコペンちょっと太いからこちら容器に出しましたので、爪楊枝で顔を描いていってください。お皿にこう練習してもいいし。練習してるの？どんな目か。そうお皿に練習中です。難しいよ。でも爪楊枝で描いた方がこう細く描けるから、うん、いい感じ。だけど、まあやっぱり立体なところに描くのは難しいと思うよ。じゃあママもペンギン描こうかな。男前みたいな。男前。はい、出来上がりましたか？はい。どうでしたか？難しかったですか？顔が4つしか作れなかったし。なんで4つしか作られへんかったん？なんか目とかも固まってるからすぐ爪楊枝についちゃうの。ついちゃってやり直したりとかして大変だった。うん、うん、夢はいっぱいな、いっぱい作ったね。夢はどう？いい出来？これはママからもらったやつ。これがこれ。ぐちゃぐちゃやん。これ何？白クマなの？うん、一番最初に描いた白クマ。失敗しちゃった。まあいいや、楽しかったらそれでいいんだよ。最初トカゲ作っとってんけどなくなった。
うん、そうなん？うん。あー、そっか。やり直してんな。うん。で、タピオカになったん。うん。トカゲ難しいもんな。これがタピオカになったトカゲ、これ。トカゲどれ？なるほど。夢のトカゲはこれです。トカゲ、口が難しいね。ママもトカゲ作ったけど、いないじゃん。これやで。これ。タピオカに見える。タピオカに見える。口がトカゲじゃん。ほら。タピオカに見える。トカゲ。これタピオカ？どれ？この黄色とピンクタピオカです。これタピオカに見えた。せっかくやから一つだけ食べてみる？うん。もったいないけど。誰食べる？誰食べる？トカゲやな、アリス。トカゲ好きな。バイッ！何にしようと思う。はい、あーん。はーい。あ、おいしい。何食べんの？あー、白くない。バイッシュ。はい、あーん。どうですか？おいしい、おいしい。おいしい、おいしい。きな粉つけないとね。はい、きな粉。ママもどうぞ。ママも食べる。よく食べてたやつ。うん。ママはママでタピオカ。あれだったら黄色にしてない。きな粉結局こうなる。結局こうなる。え、そのまま食べる。うん。シロップの味するちょっと。うん。食べ食べ。うん。いいよ、食べ。イエーイ。ブザッ。おりゃー。もういねー。またこれ、痛いよ。うまい、味するね。うん。顔。顔。髪の毛。髪の毛。髪の毛。面白い。おしゃれした。美味しいですよね。うん。やっぱりカラッポ。カラッポ。大成功でいいですか？うんうん。せーの、大成功。ということで、みんなもよかったらやってみてね。それでは皆さん、バイバーイ。また見てね。あーん、食べてください。いやだ。食べへんの、もったいない。もったいない、後で写真撮るからね。写真撮る。